私は 100% 正しいことはないということを知っています。私は今の自分にとってこれが正しいと信じることができます。私は柔軟に考えを変えることができます。私は 100% 正しいと感じる必要はないんだよと自分に語りかけています。私は 100% 正しいと感じなくても行動を起こしていいんだよと自分に語りかけています。私は自分の正しさはただの思い込みということを知っています。私は人はそれぞれ違う正しさを持っているということを知っています。私は自分の正しさを尊重するように他人の正しさも尊重します。私は生きているだけで不安を感じるのは当たり前ということを知っています。私は不安を感じながらも行動を起こすことができます。私はやり方がわからなくても何とかなると思うことができます。私は思考を止めなければやり方は見えてくるということを知っています。私はすぐにやり方がわからなくても大丈夫だよと自分に語りかけています。私はやり方はいずれ見つかるから大丈夫だよと自分に語りかけています。私はすぐにやり方がわからなくても焦る必要はないということを知っています。私はどうやって自分を楽しませようかとワクワクしながら考えています。私はどうやって自分を喜ばせようかと考えるのを楽しんでいます。私はどうやって自分を幸せにしようかとワクワクしています。私は難しそうなことでも諦めなければ達成できるということを知っています。私は自分の成長を気長に待つことができます。私はすぐに結果が出なくても焦る必要はないということを知っています。私は毎日自分にできることをコツコツと積み重ねていきます。私はいつか大きく成長した自分に気づく時が来るということを知っています。私は不安を感じながらも自分にできることをコツコツと積み重ねていきます。私は自分の中に湧き上がるすべての感情を受け入れます。私は自分の心の声を感じ取ります。私は自分の好き嫌いを感じ取ります。私は自分の心が望んでいることを叶えます。私はこれからも自分の心を満たす体験を積み重ねていきます。私は変わろうとしたら不安を感じるのは当たり前ということを知っています。私は不安を感じても一歩を踏み出すことができます。私は不安を感じても自分を大切にすることを選びます。私は怖くても自分の心に正直に生きることを選びます。私は他人にどう思われるかではなく、自分がどう思うかを大切にします。私は嫌なことにノーということができます。
私は不安を感じても変わることを選びます。私は怖くても何とかなるから大丈夫だよと自分に語りかけています。私は不安はやがて静まっていくから大丈夫だよと自分に語りかけています。私はこれからもどんどん自分を幸せにしていきます。私は疲れたら自分を休ませます。私は結果は忘れた頃にやってくるということを知っています。私は結果を気長に待つことができます。私はイライラしているときは自分を休ませることを考えます。私はいずれ結果は出るから大丈夫だよと自分に語りかけています。私は自分にできることをコツコツと積み重ねていきます。私はすぐに結果が出なくても焦る必要はないということを知っています。私は疲れている自分に気づくことができます。私は疲れている自分を休ませることができます。私はゆっくりと確実に小さな努力を積み重ねていきます。私はゆっくりと呼吸をして体を緩めます。私は筋肉を緩めることでリラックスします。私はゆったりと呼吸しながら心が軽くなっているのを感じています。私は考えすぎている自分に気づいたらゆっくりと呼吸をしてリラックスします。私は何とかなるから大丈夫だよと自分に語りかけています。私はゆっくりと呼吸をしながら心が穏やかになっているのを感じています。私は体が緩んで楽になっているのを感じています。私はゆっくりと呼吸をするたびに筋肉が緩んでいくのを感じています。私はもっとリラックスしてもいいんだよと自分に語りかけています。私はもっと緩んでもいいんだよと自分に語りかけています。私はリラックスして自分の成長を待つことができます。私はすぐに結果が出なくても焦る必要はないよと自分に語りかけています。私は今学んでいることは必ず未来の自分を助けてくれるということを知っています。私は自分が好きなことを自分にやらせてあげます。私はすぐに結果を得ることより楽しむことを選びます。私はゆっくりと確実に前に進んでいきます。私はいつ現れるかわからない成果を気長に待つことができます。私は楽しむことの積み重ねで自分を幸せにします。私は得をすることより自分を楽しませることを選びます。私はこれからもゆっくりコツコツと学んでいきます。私はできないことがあっても幸せになれるから大丈夫だよと自分に語りかけています。私は弱いところがあっても幸せになれるから大丈夫だよと自分に語りかけています。私は失敗することがあっても幸せになれるから大丈夫だよと自分に語りかけています。私はうまくいかないときも受け入れるから大丈夫だよと自分に語りかけています。
私はどんな状態の自分も受け入れられると安心しています。私は日々そのままの自分を肯定しています。私は根拠がなくても幸せになれるから大丈夫だよと自分に語りかけています。私は不安を感じても何とかなるから大丈夫だよと自分に語りかけています。私はそのままの自分を幸せにすることを考えます。私はこれからもそのままの自分を肯定し続けます。私は根拠がなくても何とかなるから大丈夫と思うことができます。私は毎日ウキウキして過ごしています。私は毎日ワクワクしています。私は未来の自分は何とかしてくれると信じています。私は今を楽しむことを積み重ねています。私は何があっても自分のことだから何とかしてくれるだろうと思っています。私は楽観的に考えてリラックスしています。私はそのままの自分で幸せに生きることができると思っています。私は誰に何と言われようと何とかなるから大丈夫と思い続けます。私はこれからも次は何をしようかとワクワクし続けます。私は恐怖を感じるから生き延びることができるということを知っています。私は恐怖を感じる自分を恥ずかしいと思う必要はないということを知っています。私は恐怖を煽ってくる人の言葉を受け流すことができます。私は恐怖を感じない人間になる必要はないということを知っています。私は怖くなっても好きなことを自分にやらせてあげます。私はそんなことにビビる必要はないと冷静に判断することができます。私は脅してくる人の言葉をスルーすることができます。私は何とかなるから大丈夫だよと自分に語りかけています。私は恐怖が湧き上がってきたときは心が落ち着くのを待つことができます。私は冷静になってから自分のすることを決めます。私は執着を手放します。私は自分を苦しめているものを手放します。私には古いものを手放す勇気があります。私には新しい環境に飛び込む勇気があります。私は古いものを捨て去った後の寂しさはやがて静まっていくということを知っています。私は古いものを手放した後の寂しさを受け入れることができます。私は古い自分を手放し、新しい自分に変わることを選びます。私は生きていくために必要なものはその時々で手に入るから大丈夫と信じています。私はすべてのものは自分を通り過ぎていくということを受け入れています。私はこれからも新しい自分に変わり続けます。私はゆっくりと呼吸をして体を緩めます。私は体を緩めることで心を楽にします。私は緊張している筋肉を解きほぐします。
私は体をふにゃふにゃにします。私はだんだんと体が緩んでいるのを実感しています。私はだんだんと気分が良くなっているのを感じています。私は息を吐くたびに体が緩んでいるのを感じています。私は体がリラックスすると心が軽くなるということを知っています。私は体が緩んでいくにつれて心が軽くなっているのを感じています。私は体を緩めれば心が楽になるから大丈夫と安心しています。私は周りからどう思われても幸せになることを選びます。私は周囲から何と言われても楽しく生きることを選びます。私は幸せになってもいいんだよと自分に語りかけています。私はどれだけ邪魔をされてもどんどん自分を幸せにしていきます。私はどんどん変わっても大丈夫だよと自分に語りかけています。私は新しいことを始めるときの不安はやがて静まっていくから大丈夫と信じています。私は怖くても行動を起こすことができます。私は不安を感じても変わることを選びます。私は幸せになる勇気を持っています。私はこれからもどんどん自分を幸せにしていきます。私は未来の自分は問題を解決できると信じています。私は未来の自分は冷静に対処できるから大丈夫と安心しています。私は不安は幻想であることを知っています。私は幻想に怯える必要はないということを知っています。私は今の生活に支障がない程度に未来のことを考えます。私は今を楽しむことを考えます。私は今の自分にできることをやっていきます。私は未来のことは未来の自分に任せます。私は今を一生懸命生きることを考えます。私はこれからも今を精一杯生きることを積み重ねていきます。私は行動することで悩みを解消します。私は悩むことを楽しんだ後に行動を起こします。私は悩みすぎないように気をつけています。私は悩むことに夢中になりすぎないように気をつけています。私は行動を起こすことを忘れないように気をつけています。私は行動すれば何かしら得ることができるということを知っています。私は決断することで悩みを解消します。私はどちらを選んでも良い結果を得ることができるということを知っています。私は自分が決めたことがベストな選択になるということを知っています。私はこれからもどんどん決断して前に進み続けます。